私は小さい頃から絵が好きで、いろいろな絵を描いてきました。日本髪の女の子が好きで描いていたら、お友達が私に描いて、私にも、というので、私も上手になりたくて、チラシの裏で練習をしたことが、つい昨日のことのように思い出されます。ふるさとは、のどかな景色の広がる田舎で、春は霞がたなびき、秋は木立や鎮守の森に霧がかかると、まさに水墨画の世界。年を取り暇ができたら、墨絵を描いて暮らしたいと思っていました。お勤めをしながらいろいろなお稽古をしましたが、一生身につく物事、書道の池田牧山先生に師事し、大作を書くまでになりましたが、足が痛くて座ることができず、字が歪むようになりました。そのため先生に水墨画に転向することを伝えると、谷崎さんなら大丈夫だよと言ってくださいました。絵は今までどれだけ多くの人が素晴らしい作品を描いてきたでしょう。私が同じように描いても、それ以上にうまく描けるはずがありません。そこで自分が感動したモチーフを自分なりに思いのまま描くことに努めました。晩春は上野の五重の塔を描いた作品で、木組みがとても難しくて、途中で何度も確かめに見に行き、無我の境地で描き上げました。エレクトリカルパレードは妹と二人で見に行き、キラ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 きらめく様は、今まで見たこともない美しさで、この感動を水墨画にできないかと試行錯誤を重ね、一月以上かけて仕上げました。これからは15以下の紙に、四季折々の花々をめでながら描いていきたいと思っています。